里崎チャンネル。オリックス日本一おめでとう。いやー、もうプロスピの解説が使えないね。頑張れオリックス日本一へがね、変わっちゃった。やったぞオリックス日本一だ、はいっていうねところに変わりましたけどもね、結果5対4でオリックスの勝利で、4勝2敗1分けで日本シリーズ2022年オリックスバファローズが制覇でございます。ということはバファローズ初の日本一でございます。26年ぶりはオリックス。いやー、4勝2敗1分け、なんと最初に言ってきます、里崎の予想当たりました。イエーイ。プロ野球ニュースでも言ってます、日刊スポーツでも言ってます、4勝2敗でオリックスだと。しかもプロ野球ニュースちゃんと見てください。理由、2年連続で負けるわけないからオリックス4勝2敗日本一ね。これですよ、そういうね細かいのはもう両方優勝チームでしょ、わかんないよね。落合さんはねサンデーモーニングと言わなかったらしいけど、佐々木言われました、外れる恐怖心なんてありません、謝ればいいだけです。はい、ということでね、振り返っていきましょう。まずはね、今日オリックスはね中4日で宮城先発で、ヤクルトはね、中6日、予定通りのね先週日曜日投げたサイスニードがね先発っていうところで始まった。初回のっけから太田がまっすぐ初球先頭打者ホームラン、なんと日本シリーズ歴史上初でございます。グッナイスホームランということでね、強打だからね、まっすぐ 1-3 で結構振ってくるからね、しかも超引っ張りということでね、真ん中低めのところにね低く投げたけどね、それをね完璧に打った太田素晴らしい。なんか空気がね一変で変わったね。どうなるのか、もしかしたら第8戦行くんじゃないのかっていうね多くの人の期待の中でこの1点はね非常に大きかった。で今日ね、両先発ね、オリックス宮城、5回73球3安打5三振1四球無失点と完璧にね抑えて、でもね前回のね火曜日より良かった、中4日だったけども、なんて言ってもね制球が低い、ほとんど低い、特にチェンジアップめちゃくちゃ良かったし、そのチェンジアップをねヤクルト打線がねちょっと引っ張りにかかってんのよ。これがまたね宮城の良さをねさらに良すぎるようにねしちゃったね。あれをセンターから反対方向に打っていくとあれだけど、やっぱ気になるんだろうねインコースね。でもほぼ来るのアウトコースで、インコース来たスライダー、ここはね藤見とね山崎幸也、宮城、この二人のね配球っていうのはやっぱりねこの2年か、見てきたけども、本当にね、コンビネーションがバッチリあってね、いい形の両方ね同じようなタイプの配球するけども、左クロスクロスと来るように見せかけてインコースしっかりね投げていくと見せかけてアウトコース中心、左バッターには外見せると見せかけて内しっかり投げていくっていうね、この逆対角線のね球っていうのが非常にね今日も効果的だったなと。初回塩見ギブレね、ギブレハン山田をね、アウトにして、2回もね、村上オスナ2アウトを取るけども、ここでね、中村サンタにヒット打たれるけどもね、中岡を冷静にねショートゴロで打ち取るっていうところでね、安定感はね非常にランナー出すけども良かった。3回はサイスニード塩見キブレハン三者凡退でね、で4回も、山田三振で村上にもピッチャーゴロ、オスナねセンターフライ、これオスナのセンターフライ一瞬行ったかと思ったけどね、でもねフェンス間際だったし、村上にもしっかりねインコース使ってるっていうところはすごかった。山田には低めっていうね。で5回ねワンアウトから中村ねアウトに取ってサンタのフォアボール、長尾から浮いてまいヒット、ここ最大のピンチね。これ振り返る前に次はねサイスニードいきましょう。サイスニードね、サイスニードね前回の日曜日よりね圧倒的に球が低くて今日良かったのよ、悪くなかった。前回火曜日はねどっちかっていうと高めの球が多くて6-4-7-3ぐらいで高めの方が多かったけども、今日はね五分五分ぐらいでね低めもしっかり投げててめっちゃ感じね良かったのよ。だからねこの初回のホームランっていうのはねちょっと痛かったけどね、でもねそのピッチングの良さをね証拠に 2-3-4 と三者凡退連続ついて1対0、ひょっとしたらこのまま終わるのかどうなのか、また1対0ね、ヤクルトまた被安打少なくいくのかっていうところでね来ました、問題の5回表ね。ここで伏見がライト前ヒット打って、で宮城バンとね、これね、まあ、結論から言うとねピッチャーとサードの間にね強いゴールが抜けていって、でショートまでたどり着いてね結局内野安打になっちゃうんだけども、村上としてはねもうハードチャージかけてセカンドにアウトにするぞっていうねこのね意欲がねマイナスに触れちゃったね。これサイスニードも取りに行かなきゃって言うんだけど、でもランナー一塁の時はピッチャーはファースト側に降りるからね、ピッチャーはファースト側だからサードが突っ込んでくる。なぜかっていうとファーストはベースに入ってるからファーストのチャージが遅れる、だからピッチャーは
ファーストでサードが取るっていうね。だからね、あれをサイズニードにね取れっていうのはちょっと酷だね。あれもしねサイズニードがサード側に落ちちゃうとファースト誰もいなくなるからね。でファーストが出てくるけどね遅くなるっていうところで、基本はピッチャーは一塁の時はファースト側に降りる。だからね、村上がハードチャージだから勢い出しすぎたね。あともう宮城のバンドが微妙に下手くそだったね。だからちょんってね、ついて間について、まあこれはヤクルトとしてはハトラックかな。まあね、そのハードチャージも攻められないしね。でここでワンアウト一塁になって、わーっとこれもう追加点取られたオリックスやぞっていう中で、続いてね太田送りバント三塁側。ここでね、俺ここまでそんな真剣にっていうかね、まあ見てるけどそういう細かいところまで見てなかったけど、サイズ見るとねサード側に降りる癖あるで、投げたらよ一歩二歩サード側によるからね。だって一塁の時は今度はねピッチャーはサード側に降りなきゃいけないよ。それがねサースリーあのサイズニードね2歩ファースト側にね倒れるからね、降りるの遅くなる。でもこれね、まあ日本人もそうだけど癖あんのよそっちにね。それをねヤクルトを村上は分かってたのか分かってないのか。だから結局ねやっぱ三塁でアウトにしたい。だからこれね全てはね欲だね、焦りだね。これがね全てヤクルトのね守備陣形をね狂わせたね。特に村上、やっぱりランナー一塁になって欲だよ、不安だよ、もう点にやりたくないっていうね焦りだよ。それがねセカンドにアウトにするために突っ込んできた、その間に抜けちゃった、まあこれハードラックもある。で1、2塁ね、今度太田が3塁側にバンドした。村上としては自分が出ていったらねサードは絶対にアウトにならないわけ、でもサードにアウトにしたいっていう思いがあるわけ。出るのやめてサードベース行っちゃうんだよね。でもサイズニードは 1,2 歩ファースト側に降りてるからね、癖でね。で間に合わず結局サードに転がってきて内野安打。これねもう最悪1個でもいいっていう村上にね余裕っていうのがねあったらよかったけど、まあ打ててもないしね、リーチかけられて負けたら終わりだし、もう一点やりたくない、三塁でアウトにしたいっていう不安、欲、焦り、すべてあのねプレーに詰まってたかなと。で満塁になってこれビッグイニングだったら終わりやぞってなったら、次宗のファーストゴロ、オスナがファーストベース踏んでからホームで3本間にね伏見を挟んでダブルプレー、スーパープレーよ。本塁投げないでね、そこちゃんとファーストベース付近だったから踏んでからホームっていうね、焦りない余裕気負いもない、こういうのがね村上に欲しかったけども、オスの素晴らしいプレーで、2アウトで2アウト2、3塁になって、うこれ見てと思った。仮にこの回0点だったら流れこれ変わるなと、一気にヤクルトに持っていかれるんちゃうかと、中川ここで一本打てるかどうか勝負やなと思って見てたよ。そしたらここで一番やっちゃいけないフォアボール、次吉田正尚なのに。まあ最後ね高め中川もよくバット止めたよね、あれ振る可能性多いなったけどよく止めたけどね、フォアボールこれ最悪パターンで、次吉田正尚インコース攻めなきゃいけない、甘くいったらいかれる、ホームラン打たれてるイメージ最悪ね、行きました、デッドボール押し出し、これは痛いっす。オスナのねミス連発からのねオスナのスーパープレーで2アウトまで来たのにフォアボールデッドボールで押し出し、いやー流れ引きつけるチャンスだったのに、これまた離したな、この1点大きいなと思って見てたら、次杉本のセンターフライ塩見落球走者一掃、杉本も3塁まで、記録はセンター塩見のエラー。いやこれね俺何回も見たけどね、照明入ったかな、あ落とすかあれを、だってもう緩めてたからね、で落下点入ってたからね、でしかもどっかに触って落としてたんだ分かるけど、そのまま後ろ行ったからね、分かんない、塩見に聞かないと分かんないけど、ひょっとしたら照明入ったかも分かんないけども、あれをでも落としちゃダメだね。でもこれで4点入って5対0、オセラのスーパープレーで0点でしのぐかと思ったら、まさかのフォアボールデッドボールエラーで4点、5対0、これも決まったなと思ったよ正直。そしたら5回の裏よ、さっきも言ったけどワンアウトからサンタのフォアボール、長岡ライト前ヒット、ここでね宮城のね勝ったっていうね安心感多分あったと思う、本人否定するかも分かんないけど、俺だったらこれ勝つぞ勝てるっていうね、今まではもう必死で目の前のことやってきたけど、これ勝てるっていうね思いが出た中での、若干甘くなったり制球乱してね、ワンアウト1・3塁、ここでヤクルトが1点でも返してたらもうちょっと流れ引き戻せるぞ、代打川端もう一回気持ち引き締めて、ここは1点もやらないぞっていう、5球目、インコースストレートの見逃し三振、素晴らしいボール完璧、あれはすごかったね、伏見のキャッチングも良かったしね。でその後
ショートゴロ引っ張って引っ掛けて0点この時点でこれはもうオリックス勝ったなって正直思いました。でね、6回からはオリックスね宇田川出てきますね。代打丸山三振、山田フォアボール出すけども村上三振、オスナねレフトフライで、しっかり抑えて、あここから継投か、また平野山崎ワゲスパックかなと思ったらなんと7回裏開幕的続投です。中島さんと勝負かけてきたね、もう今日で終わるすぎやっていうね、ワンアウトからサンタナのね、センター前ヒットで、ここで中川ファンブル、そういうミスは危ないよ。でもね、中岡で代打大木をね最後三振取って、宇田川2イニング完璧なピッチングで流れを切ってなおも5対0このまま行くぜっていうね。で、ヤクルトもね、ワゲスパックラと大西が抑えて、田口もねランナー出すけども抑えて、で7回ね、開幕的でね田口は3人で抑えて、こっちもやっぱりねシーズン中通りリリーフがね完璧なピッチングするわけで、8回には石山が出てきて杉本三振、足立ショートゴロ、紅林センターフライで抑えて、もうなんとかね攻撃陣にかけるぜっていうね思いの中で、8回裏ピッチャーね満を持して宇田川から山崎総一郎、完璧に宇田川が2イニング投げて、まあ明日のこと考えてないよと、山崎行けとなったところで塩見ライト前ヒットで、続いて丸山インコース寄りのストレートセンター前ヒット、あれ球速はね出てんのよ、でも若干遅いのよ、100いつもだったら150オーバーぐらい投げてくるんだけど、だって100で59キロ投げてんだから、でもね遅い、5キロぐらいアベレージ遅い、疲れかみたいなね。でここでね山田テスト、まっすぐあれやなと思ってね、藤見も変化球にね変えてスライダーね三振でワンアウト、まあでも5点あるからねホームラン打たれてもっていうね。でここで村上ツーボールワンストライクからインコースのストレートライト前タイムリーっていうね、やっと村上一本出たって球場が盛り上がるっていうね、1点でもまだここようやる、まあホームラン打たれても1点差、ここでねオスナに対して初球スライダーボール、2球目スライダー高め外れてボール、3球目スライダー空振りストライクで、4球目スライダーほぼ曲がらないで真ん中見て、なんとレフトへスリーランホームランで、この回4点で1点差、わーわー、これがすんなり終わらないのが日本シリーズよ。まあこれね、まあ多くの人はねまっすぐ行った方が良かったよってね言う人いるかもわかんないんだけど、これねツーボールになった時点でまっすぐ行きづらいのよ。でここスライダーでワンストライク取りました、ツーボールワンストライク行くとしたら、まあ、ここだね。だから伏見はまっすぐ行くの、まあ、まっすぐ走ってないって思ったんだろうね、多分受けててね、これはね受けてる本人が一番わかるのよ。だって塩見丸山ね村上にまっすぐしっかり打たれてるわけ、それは今回のシリーズ全部考えてもそんなこと考えられないわけ、それをしっかり捉えられてる。でオスナにはストレート系ホームラン打たれてる、山田にはスライダー三振取ったと、で空振りもしてると、これはまっすぐより変化球やって言ったらスーッと甘み入ってきてね、まあこれは駆け引きだからね何とも言いようがないけども、ツーボールになった時点でちょっと厳しかったね。でホームラン打ってオリックスベンチ、ここ素晴らしい、もうスパッと変える、日がこのシリーズ頑張るねベテラン、これも厳しい状況に出てきてね、それを完璧に抑えるのよ。中村ね雄平三振取って、その後もねサンタのピッチャーゴロというところで完璧に流れ切ってね、1点差のまま最後までいくっていうね、この山崎総一郎すぐ変えたっていうねベンチワークも良かったし、日がベテランのねこのシリーズのねもうほんとお助けマンね、最高のピッチングで9回表ピッチャー清水ねヤクルトで、先頭の藤見3安打目のツーベース、足首ひねる何やっとん、最後胴上げ補修できてへんやん。で次代打福田見事送りバント決めてワンアウト三塁、これねで太田ファーストゴロ、若干オスナがねファンブルするんだけど、その後冷静にホープ投げて三塁ランナーね、あのダイソー伏見がね足捻挫したからダイソーでね小田ホームへ一瞬止まったんだよ、で走ったけどねアウト、まあオスナの送球も良かったけどね、でもここでギャンブルスタートで良かったんじゃ、思い切って1点勝ってるとね、もうギャンブルスタートでポン行こうっていうねところだったセーフだったと思うけど、ここら辺ね若干小田のスタートもね止まったりしてね微妙だったし、1点勝ってるから良かったけどね、ギャンブルスタートでも良かったんちゃうかって個人的には思います。で宗が三振して9回1点差、ワゲスパック先頭長岡センターフライで、代打内浜奇跡まだ起こすかっていうところでねショートフライで、最後一番塩見ね三振でゲームセット、日本一おめでとう。 まさかね2敗1分けから4連勝するとは思わなかったね。あのオリックスの戦評で言えば、俺あのまま4連敗も正直ね
ありえると本当正直思ったね。このねやっぱり流れがね変わったのはね、水曜日の試合でね一勝したっていうのはあるけどもね、やっぱりねヤクルトがね木土日3試合連続で勝負どころでやっぱミスエラーっていうのが出てんだよね。だから木曜日の試合っていうのも9回ね、ワゲスパックのあーちゃん9回ねマグガフの冒頭で同点になって吉田にねさよならホームラン、昨日の試合もねまああれがなかったとしても負けてるかもわかんないけども9回ねまだマグガフの冒頭、っていうところで2失点で、今日もねバント処理ね村上とサイスニードルねコンビネーション技最後塩見のね落球っていうところで大事なところで全部ミスが出て、しかもそれがね全部失点に絡んでるのよ。だからこれがね今回日本シリーズのヤクルトとオリックスの一番の違いだったかな。オリックスもねちょこちょこミス出たけども、そこでねだから前半に、まあ、ミスっていうか流れがなくなったオリックス、後半に自分たちで流れを離しちゃったヤクルトみたいなね。でまああとはオリックスが良かったのはね、最初平野がホームラン打たれて阿部がホームラン打たれてね、ここでワゲスパックにパチッと変えて、でワゲスパックがその後ね完璧に抑え切るっていうところのね、この臨機応変さこだわらないところっていうのがねいい方向に、進んだし、まあ、これはね続けるのも変えるのもっていうかね、これはもうどっちがいいとか悪いとかないからね、結果論だから。でまあオリックスはねシーズン中からね、まあ、平野が抜けたりしながらそこ阿部やったりね、いろんな選手がやってるっていうのもあってね変えやすいっていうところはあったけども、あと宇田川ね山崎総一郎ここのリリーフ陣っていうところでね一気にリリーフが熱くなって、この比嘉をねお助けマン的に本当だったら頭から1イニング任せなきゃいけなかったところをお助けマン的に使えたっていうところもねオリックスのブルペン陣としては非常にね、大きかったんじゃないでしょうか。だからまあ流れを決めたのはやっぱり水曜日のミスからの吉田のね2本の、ホームランっていうところがねやっぱ大きく流れを変えて、でそこからねまあ投手陣がね特にオリックスはよく頑張ったっていうところと、まあ今日ねオスナやっと打ったけどちょっとね山田村上がね長打っていうところが前半戦打ったけどね中盤以降ずっとね打てなかったっていうところも大きくね流れが変わったところかなと。まあでもこれでね2022年、プロ野球シーズンね、全、ゲーム終了ということで佐々木の総チェックも今日で終わりです。ありがとうございました。最後にね MVP 杉本おめでとう、徳島の同業として。でも佐々木的に日本シリーズ MVP はこちらです、宇田川選手です。おめでとう。そしてワゲスパックおめでとう。この2人にね最優秀選手賞と最優秀投手賞、このね2つを挙げた。やっぱりね無失点でねやってきた宇田川は2ホールド1勝で、ワゲスパックも1勝3セーブかなっていうところで非常にね頑張ったこの2人にね MVP と最優秀投手賞を佐々木からあげたいと思います。まあ嬉しくはないとも思いますけどもね、個人的には、そう思います。皆さんどうですか。ということでね、まあ、ヤクルトもね最後ねオスナのホームランでね1点差までね追い上げてきたっていうのはやはりねセリーグ王者として素晴らしい戦いだったと思うし、オリックスはね本当に26年ぶりの日本一、そしてねバファローズとしては初の日本一っていうところでね、まあ、ヤクルトの連覇の難しさっていうところもあったし、オリックスはね2年連続負けてたまるかっていうところがね結果につながって本当に見応えあるね素晴らしい、日本シリーズ、だったと思います。ということでこれで終わりです。さあということでね、月曜日から始まるのは、初回ね中日戦ドラフト、チェックやりましたけども、今度あと11球団ね怒涛のように、約1ヶ月ぐらいかけてやりますんで、皆さんそちらもねお楽しみに。それでは日本シリーズ総チェック終わり、1年間の総チェックも終わりです。ありがとうございました。オリックスバファローズ日本一おめでとう。